ャンネル始めるちゃ改造チャンネル始めるばい。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんと久留米から組長が対談にやってきてくれました。笹キングの方から紹介してもらえますかね。皆さんこんにちは、笹キングです。本日は、私の、友人、兄弟として、兄弟分としてですね、今日はあの久留米の方から駆けつけていただきました、松岡左官工業社長でありますし、なんて紹介しようかな。どうやって紹介する今日は。どうやって紹介しようかね。最初から組長と言われましたからね。ですね、もう私は果汁組なんですけどね。果汁組組長ですか。僕今日は必要ないような感じがあるんですけど、一応自己紹介だけどね。松岡健太さんでございます。今日は本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしく頼む。はい、はじめまして、松岡健太と申します。会社はですね、株式会社松岡左官工業、左官をやってます。で、17歳の時に久留米に来て、そこから左官業というものを学びまして、最初はですね、防水屋さんの手伝いみたいな感じで行ったんですけど、そこでコテを使う人を見て、左官屋じゃないのにコテ使うんだというところから、このコテですね、この携帯に貼り付けてるんですけど、この固定を使う仕事っていうものも全て勉強しまして、国が出している一級技能士の固定を使う作業である免許というのが5つあるんですけど、それを全て一級技能士を取りまして、固定を使う仕事って言ったら私がするというところから、左官というものをですね、伝授してきました。今はモルタルを使って造形モルタルとか、ディズニーランドとか UFJ とか、ああいうところは全てモルタルで造形を作ってるんですけど、そういうデザインを作ったモルタルをやったり、ビルとかマンションとか学校とかの欠損部とか耐震補強とか、そういう形でも補修工事っていう形でも左官を用いれて、その技術を売りにしてやってます。あ、行くぞ。皆さん見てください、この胸筋すごいですよ。趣味ではないですけど、やっぱこうお仕事がですね、やっぱりこう左官ってとこもありまして、やっぱりどうしても作業はですね、ここはちょっと松岡さんに話していただきたいんですけども、やっぱコテを使うっていうことで、やっぱ体幹がとても大事っていうことで、ベンチプレス、ベンチプレスね、社長自らですね、トレーニングをしながら、そういうこと従業員さんも皆さんもしっかりトレーニングをして技術を磨き上げてられてるっていう感じではあると思うんですけども、そのためにだけにやってますよね。そのためだけでもないですけどね、趣味が高じてというか、で2社目に健康食品の会社をして、3社目に今ジムを、トレーニングジムをオープンしたんで、自分の会社のですね、それも含めて、はい、でそこに僕が通ってたパーソナルのジムのオーナーさんが160から170ぐらい上げれますっていうことを聞いて、自分がジム出すならそいつは超えとかないかなと思って170無理して上げて、すごい男気ですね。皆さんこの方はやっぱり右の肘をやってしまって、今はちょっとドクターストップがかかってきて、2ヶ月に1回ぐらい注射に通ってるっていう感じですね。そうですね、はい、でちょっと今衰えてます。いや、驚いてはないですよ。僕らも分かるんですよ。今動いてます。動かない。すごい、これは。改造チャンネル。ふざけてしまうと、編集部から先ほどですね、打ち合わせで怒られたばっかりなので、少しでもですね、やっぱ今日来ていただいてますんで、松岡さんの、やっぱりこう、いいところっていうか、魅力に迫りたいなと思うんですけども、私が知ってる、本当尊敬する2人でもありますし、僕も建築はね、ちょっと知ってるんですけども、やっぱ実際にこう仕事の構築だったり、本当に形にするものであれば、やっぱりそういう方たちが一緒にやった時に、やっぱ一つの大きいものっていうのができるんじゃないかなって思ってまして、今日はお呼びしておりますので、紹介としてはちょっとね、こういう簡単にはなりますけども、あとは強いものをふざけていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。
じゃあやっとね、今からね、佐々木君が出していいっていう曲が出たのでやっちゃおうかな、ほんとね、やっちゃおうかな、今日はね。だって2人とも顔が怖いからって、僕ビクビクしてるけどね、やっちゃうね、ね。それともこれあの、ケンちゃんこれ何なのかな、これ。これはコテだね。あ、コテなのこれ、うん、あー、なるほどね、こう、どうね。でもね、やっぱ職人さんだからさ、モテないよね、やっぱりね、これ。いや、俺モテるよ、結構。んどっちモテる？めっちゃモテるよ。え、どっちのモテる？あ、これも、何？これをね、触れないけどね。あ、こっちじゃなくて、こっちじゃなくて、そういえばさ、コテとか持ったことある？俺ある、俺もうまい。頭コテ当ててるじゃん。こっち、一番コテやない、コテや。あ、コテやないか、あれコテやったよね。見てない。え、ロット？ロット巻き巻き。ああ、くだらん動画ね。そう。いや、意外とでもいいよ。あ、もうあれ持っても、ケンちゃんに見せられんのかな。あ、そうね。僕ちょっとツイストですけどね。なんか最近変わってちょっとこれ見てか、ちょっとツイストやね。なんかよかった。骨がすごいかっこいい。かっこいい。で、大体この白がすごいよ。すごいこれ。頭使ってるからね。あは。これ、いられるんだもんね。苦労してるもん、白なのに。あ、そっちね。あ。改造チャンネル。サプライズでさ、黙っとこうと思ったらさ、なんか言ったとか言ったやん。ああ、ごめん。いや、ごめん、言った言った、しんちゃんに先に言っちゃったとか言うけど、と思いながら、今日さ、でね、今日撮影する前に聞いたの。うん、今日は松岡健ちゃん来るの聞いたんやろって言ったら、聞いてませんって。そしたらさ、でも、カイさん言ったよねっていう話してたのね。うん、あ、基本的にあの、強ぽんの話聞いてないから。やめた。おい、あ、やっぱ聞いてないんだと思って。そういうこと。そういうこと。実際、その、そもそもなんで建築やろうと思ったのかって二人に聞きたかったんで。建築はね、うん、あの、ポンポンポンして、はい、終わりにやるやる。あー、なんかよくわからない。そう。大雑把に、あの、繊細さも必要なとこもあるけど、なんて言ったらいいかな。ガンガンガンで終わるっていうようなイメージだけ。こんなはずでは、まあ、建築って言っても元請けさんに下請けさんみたいな感覚だから、そんなことないですよ。トンポンポンって行く人と俺はもう地道だから、俺は地道なんだ。結構二塁打選手とか俺ね、こっちはもうホームランがある。ああ、なるほど、分かりやすい。パンポン行くこともある。なるほど。なんか飲食店ってどっちかちょっとこうバント勝負っていうか、ね、地道にこう一塁でやっと得点になるっていう、まあ、建築の大元の元請けさんちょっとパキーンっていうのがある。たまに場外とか、俺たちはちょうど二塁だぐらいかな。で、やっと二塁まで行ったと思ったらゲッツーされたりするから、なかなか厳しいとこあるね、ケンチ君。今、こうやって話しながらだいぶこうケンちゃんのこと分かってくると思うんだけど。分かったかな、今。分かった。チャンネルは尺っていうのがあるからさ、分かって。完結しないといけないからね。番組で考えなさい、ちょっと。分かった。ごめんね。すいません、絶対。今の尺は尺に触ったわけ。間違いない。いつもありがとう。いいえ。この返しが抜群に上手いんだよね。いい。改造チャンネル。僕はの強ポンのが得意なんで、バトン渡すね。よろしく。はい。何受け取ったんですか。分からん、考えたけど出てこんかった。何を渡されたの。心意気。心意気の話が違う。建築じゃなくて、まあ、建築関係の話なんですけど、まあ、ちょっとです、ね、視聴者の皆さんにこう左官屋とはもう少しこう細かい部分の解説で、左官業とはみたいな感じでお話しいただければ。はい、今分かりやすい説明でいくと、まあ、外構工事、家を建てるにあたって左官屋さんって言ったらどうなのかって言ったら、やっぱ漆喰で塗るとかそういうイメージがあると思うんですけど、やっぱ塗るってなるとペンキ屋さんをイメージされたりって一般の方されると思いますけど、外構の庭を作る、玄関に上がるところのタイルを貼るとか、アプローチを作るとかっていうのも私たちの仕事でやってますんで、まあ今は奥様方も DIY とか子供を連れていろんな自分で作ってみようとか、古いものをリニューアルしようとかっていうのをやってるんですけど、そういうお手伝いも私たちができるっていうのが特技ですね。弾いてますね。弾いてました。はい、なんか、今年の夏あたりに、はい、なんか、左官業としてというか、はい、なんか地域のためになるようなを活性させるようなイベントなんか、そうなんです、開催されるんですよね。うちにあの若手でですね、20代の若手2人が造形師って言ってモルタルの造形を作れるので、はい、
貯金箱作ったりとか、そのモルタルを実際触って子どもたちが夏休みの工作で提出できるようなものをプレゼンする、うん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 、してもらおうかなと、そういうイベントを開こうかなと思ってます。その地域は、久留米の、小学生とかそういう感じに参加してもらう。そうですね、久留米の小学生とか、はい、まあ両親お父さんお母さんも一緒に来ていただいて、作りたいものをこうちっちゃいアートで作っていただければいいのかなと思ってます。あの改造チャンネルメンバー全員ちょっと参加してもよろしいですか？全然大丈夫ですよ、みんな来てください。PR しますけど大丈夫ですか？そうですね、全然大丈夫です。それも、はい、松岡盛公園の YouTube とコラボしてやってもらえる。ああどうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、ぜひみんな行くぞ。まあ、ちょっとあの材料代とかも結構かかるんでですね、ね、ちょっとそこら辺の話はやっぱ会社長ですね、開いたり閉じたりしてもらう。開いたり閉じたり。はい、会さんそうそう。僕は黙ってる。その会ね。そうそうそう。ちょっと反応が遅かった。そうそう。はい、気づいたらいいよね。ね、そうね。僕が黙ってる時は全部お金の計算してるから全部、ね。ずっとね。これを割りにして、4億5千万ぐらい書いてる。2億2千500万ぐらい。そんなから。2億2千500万ぐらい。仕事をね、してもらってるからね。ああ、確かに確かに。そのぐらいあるといいですね。うん、だいぶ開かないからね。だいぶ開きっぱなし。茹でないから、ちょっと一回茹でてみよう。いいですね、はい、まあ、でもコラボしていくってことでよろしいですか？はい、ぜひぜひ、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、塗ってください。で最後みんなでジャーノお願いします。ジャーノです、うん、ジャーノ、ジャーノが分からんけど、ジャーノが分からんって言ったら、クルメやったら、クルメ弁って、またねっていうかの、ジャーノって言うんですか？をちょっと偉そうに。ああ、僕グッバイだけですもんね。いつもグッバイですね。あ、いいです、いいです、いいです。いいです。あの、クルメ弁とかでグッバイしか言わんもんな。で、3、2、1で行きましょうか。はい。3、2。じゃあのグッバイじゃないですか。アバよ。そうなの。本人アバよ言うてる。で、最後みんなでグッバイでお願いします。はい。はい、どうぞ。Goodbye! Goodbye! Goodbye!